ようございます。バイクで日本一周3周目、7月21日木曜日、現在時刻朝4時55分です。今私、岩手県にあります大文字キャンプ場というところで朝を迎えております。今日は乾燥でしたね。明るい時間帯はね怖くないんですけど、夜になるとやっぱりちょっと怖くなるんでね、早めに寝まして早めに起きました。管理人さんはクマはここ何年も見てない出ないっていう大丈夫って言ってましたけどもね、クマが一番怖いですやっぱりね。ここのね管理人さんがねすごくいい人でね、これ花欲しい方差し上げます、持って行ってください、花の名はペリカムですっていう風にね書かれてますけども、このような感じで本当ねすごいね優しい方だったんですけども、節々にねそういうのが現れてましたね。ってしまいました。今ねテントを片付けてねもう撤収作業してたんですけども、テントをね最後こう持ち上げて中のねゴミとかを外にこうふわふわ出してたらポキッと折れちゃいました。まあもう随分とね弱ってたんでしょうねこれね。うわーてかまあ修理はできるんですけども、今日はちょっとあんまり時間がないんですけどね。とりあえずちょっとどうしよう。しかももうポールの予備一応ね3本分持ってきたんですけど、この間黄金岬北海道のね黄金岬で1本折れたんで、あと残り2本なんですよね。今日1本使っちゃうとあと1本しかリーチかかりましたねこれで。あそうでもないか、あともう1回折れても大丈夫なのか。もう一回折れて、でもね、これ一回折り出すとね、もうそろそろこのポール自体がね、弱ってきて、もう、おそらく寿命なんですよね。あ、よかった。ショックコードが長いやつ、長い方がの折れたみたいですね。これは修理が楽そうだ。てか、短い方が折れてたらもうショックコードを変えないといけないから、ちょっと手間な作業になってたんですけど、ついに折れましたか。まあ、このね、ポールが折れるのは、これはね、仕方がないことなんですよ。こう日本一周してるとね、雨の日も風の日も使ってるとね、どうしてもこのソロ用のテントはね細いポールなんで、大きいテントはねもっとしっかり太いポールだからねなかなか折れないんですけども、これは別にねツーリングドームが悪いっていうわけじゃないんですよ。ツーリングドームが優秀、よくやってくれたんですよ、ありがとうっていう感じなんですけど、これ仕方がない。修理しますかね。さあこういうねポールが折れた時のね修理の方法なんですけどもね、それちょっと動画にしてみましょうか。これね今ここがねポキって折れちゃいましてね、こっちの中にねこの折れた破片が詰まってたんですけども、それをなんとかね引っこ抜きます。今回はね手で妻でピュッと引っこ抜けたんで、要はねこれがね中にあるゴム、これでこうビヨンとこう伸び縮みでね引っ張ってこう繋いでるんですけども、ここでね団子結びみたいになって止まってるんで切りたいんですけど、なるべくねショックコードの長さを残したようにギュッと引っ張ってマックス引っ張った部分で切ります。このダラダラの部分で切っちゃうとどんどんねこのコードが短くなって次折れた時に修復不可能になってくるんでね、引っ張ったこのマックスの部分で切ります。するとこんな感じになるんですけど、でこれが折れたやつですね、4本目のこれを新しいのにまずは交換します。ポールのね予備がないとそもそも話にならないんですけどもね、これが使えるね、僕ツーリングドーム ST リピート買いしてるからね同じやつを持ってるんですけども、それでねこういうことができるんですけども、だから同じテントをねリピート買いするとこういうメリットがあるんですよね。さあというわけで次にどうするかと言いますと、このねこのままこれ順番はねこのシルバーのこのね接続部がついてる方ついてない方というこういう感じつなげていくんですけど、この穴にね入るけどこっちまで行くとねこっちが通らないんで、これがね初めてやった時すごい苦労したんですけど、ネットで検索したこのセロテープ、これを使うといいというね情報を見て、それからねうまくいくようになったんで、この先端をセロテープでキュッとしてキュッとするんですよ。絞り込んでこう先っぽがねこう尖るように針のようにね、こういう風にするとこれが通ると。でこれをまあ1本目は簡単かな、こう通します。で突っ込んでいきます。押し込んでね押し込んでいくだけで先端がね向こうから抜けてくれば、
成功なんですけども、あ、こうやって出てきましたね。こんな感じで先端が出てきたら、ここを引っ張ってね、こうですよね。こっちはもうこう接続しちゃっていいんです。これのね、繰り返し作業だから、こう引っ張ればこう長くなるんで、このまんまだとね全然届かないんですよね、ここまでしかなくて。だからこれをビーと引っ張って、この状態でこう突っ込んでいくっていう、こうですね。これをね、あと3回繰り返していきます。ちょっとね、なかなか最後の方になるにつれて難しいんで、本当は何かでねこう固定してね、ちょっとすいません、足で固定してこんな感じでね突っ込んでいきます。一人しかいないときはもう足も使わないとね、お行儀悪いですけれども、機内にね、はい、2本目足を使うと簡単にできましたね。こういう感じでね繋がりました。さあ、これをどんどんあと2つ繰り返します。あ、ラスト1本、そういえばこの先端から元の紐を取ってなかったな。ほら、突っかえた、しまったな。出てこい出てこい、まずいな、詰まってるな。ここに最初使ってたのに先端のゴムが詰まって抜けないんでね、やむを得ん、ラスト1本使っちゃうか。車の音がする。管理人さんが来ましたかね。管理人さんがペンチ持ってたら、ペンチ借りたいな。管理人さん来てくれました。おはようございます。ただ今ポールがね折れちゃったんですよ。それで今修理してたんですけど、こんなペンチなんて持ってないですよね。あります、あります。これをちょっと引っこ抜きたいんですけど、ペンチコールあるの使ってください。あ、すいません、あ、これちょっと借りていいですか。はい、あ、すいません、ありがとうございます。あ、折れたの。そうなんです、折れちゃって中にね入ったゴムが入っちゃって、接着剤で止まってて抜けるはずなんですけど、本当はスポッて抜けるんですけどね、ちょっと錆びついて。電灯消してるのかも。あ、はい、すいません。無理だな、これは仕方ねえな。まあ最終ここで結んじゃって、これを突っ込めばいけるか。それでいくしかないか。じゃあここで結びます。お団子2個ぐらいにして、こっちにお団子を作って、これがねここで引っかかって止まる形になるんでね。だからもう最後の1本はここで、これでね止まる形じゃなく、もうこういう形でね、これで一応使えるんでね、これでやります。だから片付けするときにスポッと抜いて、これが引っかからないのがねばらけちゃうから、ちょっと片付けしにくいんですけど、まあまあ使えるんで問題はないっちゃ問題ないんでね、置いていきますか。そうしましょう。あ、もう大丈夫です。はい、ありがとうございました。このポールもね見ててももうこれ曲がってるんでね、もうそろそろ中のねここの部分が弱ってきてるんですよね。接合部分が変曲がって、うん、ちょこちょこピーになってね、もうそろそろもう一本あたりどっかが折れそうで、もう一本折り出したらね結構寿命が近づいてるんでね、なんとか日本一周終わるまで持ってほしいですね。さあ、現在時刻8時26分ですね。ちょっと出発予定8時だったんですけど、ちょっと遅くなっちゃいましたね。来ますか。タイヤのチェックだけしておきますか。よし、OK。ほいっと。さあ、大文字キャンプ場お世話になりました。あ、結局展望台行かなかったな。朝一番に行こうかなとか思ってたけど、ちょっと予定が押してるんで、まだ次回いつかねまた来ることがあるかもしれないんでね、雨の日なんか使えるキャンプ場なんで、その時にでもね翌日に見てみたいですね。さあ、ヘルメットのねシールド、今日新しいやつに交換しに行く予定なんですけども、今現在岩手県ですかね、こちらは大文字キャンプ場、宮城県の仙台市、仙台泉二輪館に行く予定です。今日お昼13時にオイル交換ともども予約をしてるんですけどもね、今現状このヘルメットのシールドがね開けれないんですよね。左側のねラチェットのところなんかこうプラスチックが割れちゃってね、一回開けちゃうとグラグラになってね、風圧でシールドが飛んでいっちゃいそうになるんですよね。というわけでね、本日この大文字キャンプ場出発して南の方にね南下して仙台の方まで行く予定です。やっぱりね景色が綺麗に見えますね。高いところにあったから、あの展望台まで行くとね大文字のこの大の字のね何かあれが見えるんですよね。何でしたっけ何かイベントのお祭りの時にそうなるんですかね。か
拝殿記念碑って書かれた石碑がありましたけど、すごいすごいね、田んぼが広がってますね。これは稲、お米でしょうかね。さあ気持ちいい朝です。ちょっと曇り空ですけどもね、気持ちいい朝ですよ。気温がね涼しくて今ちょうどいい感じですね。現在7月21日2022年でございます。さあセブンイレブン朝のモーニングルーティーン、コーヒータイムにします。ほいっと、セブンイレブン平泉バイパス店、岩手県西岩井郡ですね。寿司おむすび、カニカマ、からしマヨネーズ入り、これ美味しそうじゃないですか。これカニですよ、カニ美味しいですよ。これカニの味がします。カニ、そりゃそうか。朝から100円ちょっとでカニが食べれる日本は幸せですね、本当。さあ現在時刻8時59分ですね。行きますか。さあガソリン入れていきます。やはりちょっと隣の県に行くだけでガソリンの価格が15円ぐらい違いますね。昨日いた地域、岩手の上の方とかはね150円前半だったんですね。151円とか、この辺りは167円ってなってましたけどね。さあ本日一発目の目的地のキャンプ場のすぐ手前4分のところですけども、こちら中学校ですか、中学校って書いてましたね。今幼稚園と中学校がありますね。この辺り住宅街になってますね。あと3分なんですけれども、一関市。さあそしてこちらを左に曲がります。あと3分ですね。ずっとこの片側車線のアスファルト、広い道が続いてます。これは大きい車で来てもね問題なさそうですね。さあキャンプ場もうあと2分で着きますけども、住宅街の隣の田んぼといった感じですけども、すぐそこのようですね。さあもうあと 600m、 この住宅街からちょっと行ったこの裏山っていう感じでしょうかね。ドラえもんののび太くん、ドラえもんに出てくるね、あの裏山がどうのこうのってよくセリフありましたけども、あんな感じでしょうか。こちらを右方向と言ってますけど、どこですか。え、まさかこれを登れと、嘘でしょ。これを登れと言ってますよ、嘘でしょ、マジで言ってます。